黒い男と出会ったそうだ。まさかそれって震災の死神だったんだよ。何何？猟奇殺人事件か。遺体の一部が欠損した焼死体が見つかる。強い恨みを持っていた人間を探し出してほしいのです。骨？うわ、西新井の林の中であの手紙通り腕のない焼死体が発見された。これで3人目。絵がね、私に手に入れろと語りかけてきたんだよ。表題なき傑作。あの絵は存在を忌むべき絵です。見ろ、震災で燃える街に逃げ惑う市民、その中にぽつりと奇妙に佇む黒い布をかぶった男が映ってるだろ。え、どれですか？ほら、ここだ。犯人は殺したかったんじゃなくて燃やしたかったんだと思うの。命がかかった商売なんだよ、夫ってのはな。行くってどちらに？国会議事堂。この先にあるものはあんたが受け止める義務がある。大迫名探偵、覚悟はよろしいかしら。羽柴さんは本気で死神が殺したと言うんですか？少なくとも今もこの程度に存在するのよ、震災の死神はね。